さあこういきます。これが本当最後ね。店閉めるし、あれなんですよ、買い取りメッサ来てるのかな。メッサ、そう、じゃあどうぞ。じゃあドラもらいます。決めた、危ねえか、やばい、事故ってる。スカルダの下、手札見せてください。はい、この2枚ぼっちで、やったやった、自動的に落ちた。でもやばいよこれ、このハンドやばいよ、サポート引いてないのやばい。ガチリンの祭壇、ベストボールを使います。まずいなこれ。これはリュータン、ただね、ゼラオラの効果をもう使える状況だよ。リュータン効果で采配1枚引きます。はい、はい、リュータン欲しいな、欲しくなるな。ターン終了です。ドロー、やばスケル、ダンベル、エンド、あ、じゃない、電磁波、あ、電磁波、あ、じゃあマヒ、マヒ、あ、そうですね、ヤドロします。やばいぞ、こっちこっちだとマジやばいっすよ。いや、俺もやばい、サポート引いてない。手振って今売ってないっすか。売ってないですね。6500円でどうですか。5500円。いや、6000を超えますね。いや、6000超えますか。でも、もうちょい待てば再録あるみたいな。いや、ですよね。2ヶ月後でしたっけ。11月ぐらいかな、確かに。明日の大会にちょっとやっぱり1枚じゃあ、スカルダムしたサイド落ちが怖いみたいな。手札見せてください。うん、ポーチやめろよ。やめろよ。グレイス、ゼラウラにつけるエネルギーがなくなった。じゃあ、レインボーエネルギー、はい、で、再配使います。うん、2枚。あ、レンボーエネルギーって10ダメ伸びるんですか。で、スポツボ、はい、白の使います。はい、一瞬でベンチ埋まっちゃった。じゃあ6枚、はい、引いて、おお、まあ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 、どうだ、一旦終了です。マジ辛いよ、今のエネルギー取らしがマジ辛い。麻痺治ります、ドロー。はぁ、辛い。進化終わり。やばい、ドロー。じゃあクラッシュハンマーでここ対象として、やめろよ。ほっ、あ、落ちた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 、下手くそ。コイントスが下手くそ、ポケカーあるある。ほっ、はい、失敗、よしよし。こっち、そうか、そっちがエネデスなのか、ツボツボの都合上ね。いや、レインボーエネルギー、これ基本エネルギーじゃないので、うん、超すべてのエネルギーとして扱うので、うん、うね、ガチ連載な効果発動できます。逃げれるね。はい、しれっと10ダメを置かないで。あ、すいません、すいません。で、超エネルギーつぼつぼにつけて、死ぬ。3倍毒で1,2,3いるので、60だったよ、一旦死ぬ。60の毒ですね。やばいよ、ドロー出す、ドジクスな、エンド、何もできない、ロックされてる、エンド。で、60なんのか。テートン、テートン。はい、毒は継続。毒継続だ、そうだ。毒は火傷だ。そうだ。毒は、火傷はコイントスで治る可能性があるんだけど。一応こっちに。あれ、俺何もできないで死ぬ。初手にサポートなかったのが、これだけどさ。で、3倍毒で、あ、ゾイが、巻きつく GX を取ったかな、じゃあ。そうだね、40。40の麻痺で、うん、さらに毒のダメージ60だよね。うん、毒ってターンの終わりにピッチャーなかったっけ。ターンの戻すやつだっけ。ターンの終わりに60常につくね。だってこいつのダメージ毒は3倍になるんだよね。さらに30プラスだもんね。うん、ちょっと待って、死んだんだね、これ。死んだ、あ、でもダンベルから。ダンベルによって、あ、10体。30残ってる、あと30残ってる。やば、何もできない。いや、今生絞りしてもな、生絞りしたら引けなくなっちゃうんじゃないかな、エネルギー。マジで3枚までトラッシュするんだよ。1、5枚あれば2枚だけトラッシュしますね。はい、え、どうしよう、サポート引かない。
やべえ、やばいの死ぬなこれ。じゃあ一応逃がします。あ、麻痺だから。あ、麻痺なんか、麻痺なんか逃がせない。はい、じゃあやりました。なにこれ、完全ロックされてる。はい、じゃあもらいます。取ろう。じゃあ次に3倍毒で、はい、プシュー、溶けた、毒で溶けた。ドロー、遅い、ネストボール。さあ予知してないかな、ゼロオーラ。いや、ゼロオーラいてもね、エネを引かないと動けない。そう、こっから動けんのか、立て直せるのか。エンド、はい、じゃあ殺します。あれ、なんでだ。で、ここつけて、そこと引かねえな。3倍毒で60ドロー。お、ダート自転車、よし、1枚、2枚、よし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 。これを捨てて、歌も捨てて、これを手札に加え、まあまあね、2枚捨てて、4ドローします。さあ、引けんだろ。そっか、コケコ捨てるな。ゼラオラ、うん、で、はい、エンドですね。コケコ捨てよ。で、また60。あ、落ちた。はい、うん、ドローします。やばくね、何もしてないのに死んでる。まあまあね。で、この方と、うん、あれが引きたかった。クラッシャーマン引きたかった。じゃあ3倍毒で60治療です。ドロー。あ、つらい。じゃあハイパーボール捨てて、エネルギーを捨てるという荒行手手持ってきて、とにかくハンドがないんです。手手下します。で、あれ、リーリア、リーリア、あれ、リーリア、いるよね。リーリア持ってきて、バトンつけてリーリア打ちます。1、2、3、4、5、6。さあ、こっからだ。俺はこっからやり直せる。ハイパーボール出るのは、これと、まあ、これ、うん、捨てて、次のピカチュウを、もう遅いな用意したいと。で、フルフルテージ GX を使いましょう。あ、手張りしてないんだ。 GX だと打たせちゃったよ。手張りします。で、フルボルテージ GX。 はい、ちょっと多めにつけとこうかな。あ、でもこいつすぐ落ちるな。2、3、4。あ、手ごとものできたんだ。5とすぐ勝ってる。で、毒のダメージ60が追加、120になるね。あ、もう手でん手でん手でん。でもまだ次の毒だけで落ちないね。はい、あ、でも巻きつく GX は使ったんだっけ、うん、使ったから、うん、いいんだ。まあ毒だけで落ちない、ゼラオラ君。じゃあ、うん、こっから逆転とかあるのか。フーパーにエネをつけて、うん、あ、ごめんごめんごめん、フーパーフーパー、ガチリの効果で2ゲーム0でやる。U ターン、うん、最高記念室で1、2、3で落ちる。これでも勝ち。あ、そうだね。うわ、序盤で遅れすぎー。グズも入って。おい、これすげえ出遅れたね最初。何が、あれか、嫌がらせなんです。エネルギートラッシュとかクラッシュハンマーとか、それで何もできずに序盤を序盤の動きを完全に止められちゃった。あとずっとサポート引かなかったのもあるけど、うん、10分くらいやばいな。じゃあサポート動く入れなきゃってなったの。ハイパーボール4入れてて、スーパーボールも4ぐらい入ってるのに、一回手手につながればそれはできるのに。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。